さあ、それではスーパーマリオデッセイの続きやっていきます。じゃあ今回はこの雪の国パウダーボールを探索していきましょう。さあ、残ってるのはこれぐらい。全部で55個、結構あるよね。あと36個、結構大変だな。頑張っていきましょう。よし、じゃあまずは目の前のここからスタートしていきましょう。おお、え、いや、そうじゃ、そうじゃない、まさかスイッチ押せると。さあ行こう。これはと、お、頑張れ。ういー、お、お、あぶない。オッケー、なるほど。まさか帽子で P スイッチ押すとは思わなかったな。よっ、オッケー。さあ次は、まずは中からやっていった方がいいかな。外側は結構あの場所分かっていいけど、なかなか中は難しいよね。まあ入っちゃってもいいかな。あ、種、種はよっ、持って帰るとしたらどうすればいいんだ。おっ、いけるのかな。あれ、なんか違うぞ。さあ回り込んで、なんかかかしがいっぱいある。あら、あ、これだったっけ。よっ、おー、なるほど。おー、楽しい。オッケーオッケー。さあこれをまずは、おー、ちょ、結構息が続くね。俺は慎重に投げないと。よーし、さあこれは雲の上、オッ、長いな。おー、来たー。すごいことになってるけど。うう、上昇気流すごい。お、そういうこと。さあ影を合わせて、ふっ、あー、危ない。結構高低差がすごいある。こうかな。よーし、おお、これは高すぎてよくわからんけど、よーし。あー、なんか真ん中あたりなんだけど、わーっと、危ない。え、これはな、なんか低くね、気のせいかな。あー、よし、いけるかな。頑張れ。うえー、おー、え、うっそ。あとさ、白すぎてなんだかちょっと上昇気流の場所がわかんないんだけど。あれはどうなってんだ。まず右の方、あ、パワームーンか、なるほど。よし、もう一回。さあ間に合うかな。おい、さあくるくる上昇気流、なかなか難しかった。おい、ちょっと危な、普通に落ちてくんかい。さあこれは届いて、おお、あとは自然って行くわけじゃないのかよ、ちょっと。なるほど。さあまっすぐ行けるかどうかが問題。横から見ないと分かんないよね。おっと。焦った。よし、いいぞ。そして入れるかな。 OK。さあくるくる雲の上、さあ下の方はどうなってる。オッケー、ふう、なんとか無事にゲットできたかな。あ、なるほど、雲の上系はもう一回持ってこないといけないんだよね。よし、じゃあ戻って、よっ。さあこれは上昇気流で取ればいいのか、ビュー
15さんだっけ使おうかな。おお、違う違う違う、ジャンプじゃないよ。お、登れ、頑張れ。よし、これさ、オデッセイ号から行ったら早くね。ファイヤー、オッケー。さあ、高台の上で輝いて、うん、頑張った甲斐があった。お、そして、あれ、オデッセイ号についてるぞ。どういうこと、上の方、中か。お、関係ないか。すごいなんか小物がいっぱい増えてきた。片付けられない人みたいな感じ。うん、すごいね。でもじっとしてる場合じゃないな。さてと、ちょっとだけ南側、この辺り。うん、あ、下の方か。そこそこ、これか。あれ、これって風がないとダメか。うん、じゃあ先にかかしやっちゃおうかな。お、あ、おー、寒い。うん、お、行き過ぎた。くそ、やり直し。結構あの横に回転するの早い。さあ行くぞ。おっ、おっと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 、ほっ、え、そこゆっくりなんだ。なんか意外な感じ。うん、オッケー。寒い寒い寒い。うん、よし、じゃあいいかな。よし、じゃあとりあえず中の方に行きましょう。と、さあ中へとやってきて。お久しぶりでございます。また来たの、ヒゲの人、また来たのって。そりゃ歓迎してるの、してないの。まあいいか。おーっと、ラッキー。お、寒さが半端ないっすな。あの、よく考えたらその服ってあったかいの寒いのどっちなの。まあ、暑いとこで快適に過ごすための服だから寒いんだろうな。上の方はやったことあるよね。じゃあ大丈夫かな、一応見上げようか。 OK。 おー、さすがパウダーボール。あ、これをやったよね。よし、お、動いてないとここ、凍る。凍るって言ったってな、オイルが凍ったりはしないでしょ。うん、レースは最高だ。あげないよ。いやいや、売ってくれよ。あ、はい、買い物していこうかな。僕らのレースに参加する時の清掃は、そう、パンツ1枚。え、この寒い中パンツ1枚になる勇気、ヒゲの人にあるかな。ないよね。どういうこと、パンツ1丁で戦うレースがあるということ。じゃあ着替えてこざるを得ないじゃないか。うーん、買い物しちゃうとつい着替えたくなるけど、脱ぐか。よし、じゃあまずはお土産チェック。うん、あ、いけそうだね。じゃあ買っちゃいましょう。はーい。さあ、ラグマット、足元から温まる。そしてマトリョーシカ、オッケー。歴代王者がモデルってことは、じゃあ俺が乗っ取った人も書かれるってことかな。オッケー。乗っ取ったって言い方おかしいか、一緒に走ったっていうのが正しいかな。じゃあパンツ1枚で行く。パンツ1枚、下さえパンツ1枚だったらいいのかな。なんか最近着たばっかりだけど、これ。これはなんだろうね、赤ちゃん感あるな。ベビーマリオ系とかあるんでしょうか。うん、何か頭の方で似合いそうなのは、なかなかこの国だと難しいかな。うん、あ、裸の王様スタイル、いいね。おお、懐かしい。じゃあ行こう。よし、さあどうです。そう、パンツ1枚。
すごいすごい、やっぱり男はパンツ一枚。そう、男ってそういうもんか。この寒い中お疲れ様、これどうぞ。別になんかレースする必要なかったっぽい。寒くないもん。そうかな、すっげー安い我慢してる。寒い、もっと体鍛えたら。いやいや、体鍛えたらって、そんなぬくそうな格好しやがら言われてもずるくない。なんかパワームーン上げるから裸になってきてよみたいな、なんかちょっと騙された感あるけど。お、氷の料理に挑戦なの、雪の料理に挑戦なの、うん、溶けちゃいそうだけど。あ、アイスクリームとかあるもんね、寒い中やばくね。お、展開が読めない。おお、なるほど。お、気になるな。おお、いけない。ふん。お、ハートか。よし、登りたくなる。お、これはもしかしてパンツ1枚じゃないでしょ、これ。うん、あ、やっぱりモフモフフードとスパイク付きブーツでしっかりと雪対策しないとね。雪の人はまるで雪対策をしてない。全然分かってないね。おっしゃる通りでございます。いやいや、俺はね、俺は男だからパンイチなんだよ。うん、あの人は分かってないな。お、ああ、あれ違うよね、ここじゃないよね、確か宝の地図でゲートの上にあるような、そんな感じがあったけど、ここではないと思うけど。うん、踏めそうなとこないしな。じゃあ大丈夫でしょう。楽しい。おお、逆側にもある、ちゃんと。丁寧なゲームだな。登りたくなっちゃうじゃん。おお、楽しい。びっくりした。さすがマリオ。しかもすごいブルブルいってる。おお、この辺り出てこねえのかよ。あれおかしいな、すごいなんかマリオがこの辺だなと思ってるのに。この辺りか。あ、もしかしてこれ雪をどかさないといけないのかな。ふん、よーし、ちょっとずれてただけだった。おお、オッケー、なるほどね。びっくりさせた挙句にご褒美もくれる、いいゲームだな。おっ、ふん、おお、つい行っちゃうけど、パン1で。お、宝箱。おお、やったぜ。さあ、パウダーボールの宝箱。なんか普通にこうやってお宝としてもらえるとなんかちょっと嬉しい。おお、おお、寒い。待って、この角度。おもろくない。この寒さの中、この体感の良さ、さすがマリオさん。よし、お、取れてない、くそ。乗っちゃうよ。よし、じゃあ着替えましょう。オッケー、さあどうだ、今度はもっと体鍛えたら。変わんないか。よし、じゃあもう一回登っていきましょう。さあ今度はどうです、見えない。この部屋に入るならいかりゃく。お、雪対策バッチリだね、分かってる。じゃあ中に入れてあげる、あざっす。お、なんだって、まさかのペラペラ。ここに出てくることはわかる。ザ・ムーンチップ。なるほど。うわ、上に行きたい。裏技ないかな、隠しブロックとか。あ、いや、あれ、意外と普通に届かないやと。うん。おっと、あ、なるほど、滑るのか。ちょ、あ、壊せばいいんだ。いや、これ、あ、よかった、壊せた。うん、おー、危ねえ、ちょうど踏みそう、危ない。おお、めっちゃ滑る。ちょっとこれ雪対策全然してないじゃん。雪っつうか、おお、楽しいことになる予感ならないのかよ。え、これ一周してきて、
えらいことやるパターンなのでは。あーやめて知ってた。さあそういうわけでゲット。上の方がちょっと気になるな。うん、これはいけそうでいけないの。何かないかな。お、あったあった。なるほどね。お、おお。オッケー。さあ、走って、ジャンプ。氷の裏をすり抜けて。なるほど。昔のゲームっぽい。ふん。ダッシュ力がない。おお。スパイクブーツとか、ないんでしょうか。お、あの甲羅はずっと走り続けることになるのか。なかなかかわいそうな。おお、反射して美しい。よっ、取れてない。冷たい部屋のムーンチップ。うん、冷たい部屋っていうかここ全体的に冷たいと思うんだけど。おお、すーこれ止まらないんだ。へえ、足走っちゃうんだね。走っちゃってるのおかしいけど。おお、よし。さあそれじゃあ次は、っとおっとっと、上の方は OK かな。よし。あ、姫の前にヒント取り。飛んで泳いで凍える氷。あ、水だ。うん、なるほど、わからんな。フラワーロード。あ、レギュラーカップ。あれ、あ、ノコノコレースか。なるほど。お、あ、またあいつは寒がりだからね。あったかそうな人にくっついてる。あったかそうな人って俺にはピーチ姫ぐらいしか思いつかないけど。だってボールGってあったかいのかな。カーブのバウンドがなってない。レースは見てるのが一番しかも見てないしこういうとぼけたボールGに好き。盛り上がるね。さあ姫、お、外は寒いけれど中は暖かいのね。レースのおかげかしら。おお、すごくかわいい。私もレースに出てみたいな。あー、そっかそっか、ティアラちゃんだってキャプチャーすればいけるってこと。うん、あ、はい。雪の中でパワームーンを見つけたのって割とありえそう。世界を回ったらお腹が空いてきたみたい。どこかの国でお食事できるかしらって。今まで食べてなかったんかい。うん、なるほど。じゃあ次はボルボーノってことかな。うん、さあこっちの方は、やっぱり僕たちにはレースが必要。感謝してるよヒゲの人。うん、なるほど。レースしてきてもいいけど、やっぱりこれ難しいバージョンとかあるのかな。お、レース場に行ってみる。パワームーンがまだあるかもよみたいな。よし、じゃあ行きましょう。おう、お、あそこだ。通できない。ドワーさあスノーラインサーキット。よし、じゃあ上登ろう。おう、さあこの辺り、せーの、よーし。さあバッチリ。よし、じゃあ、え、なんだ、あ、観客。へえ、全然気づかなかった。あんなにいたんだ、すごいな。うん、おー、あ、上の方にいたのは確かにそうだ。うん、手前の方は気づかなかったな。さあ反対側、新しく配置されたパワームーンはどうだろう。選手控室行ってみる。ちょ、離せない。あれ、ん、なんかさっき出た気がするけど、気のせいかな。すごく気になる。あ、出た出た。出ない。どういうこと。あ、わかった。あの、キャプチャーしてないといけないのかな。うん、バウンドはスピードアップの基本だよ。ジャンプでうまくバウンドしないとね。バウンドで速くなるけど難しい。なんか俺がやった感じだとバウンドしない方が速いとこ結構あるんだけど。お、次は勝つよ。やる気勢の人、顔同じだ。よく見るとなんかちゃんと個性があるのかな。あ、お帰りになりません。
さあこっちは僕がチャンピオンだって。いやいやお前結構すごいことやってんじゃないの。おこの国の人ってたくましい。ハーバーバウンドすると早い。バウンドはぶつかるタイミング次第。なるほど。お盛り上がってるね。すごい、これがこの国のレース。うん、すごい、なんかみんなモコモコ服着てるから面白いね。お出ても勝てないよね。いやいややってみたら結構楽しいから。あ、はい。さあ長老、開催中ですの。行っちゃうよ。あ、思い出した、この上何かあったよね。あれ行ったんだっけな。いや行ってないような気がする。あ、これか。何もない。オッケー。あうち、あれ、おう、とりあえず開けていこう。よし、マップやっぱりわからないか。さあこっちは行った覚えがあるような気がするけど、もう一回やっとこうか。よし、中途半端ないよね、影とかないよね。お、なんだろうこれ、こんなのなかったよね。お、ここに何かあるっぽい感じがあるけど、上の方に行けってことか。お、なんか光ってるっぽい。よし、ほい、頑張れキャッピー。よーし、お、控え室の置き忘れ。いやいやいや、一体何のためこの木箱が。まあいいけどさ、他には何もないと思うけど。うん、ダメか、やっぱりホールドじゃなくちゃ。よし、すっきりした。うん、他には何もないよね。よし、じゃあ行きましょう。普通ジャンプしちゃうと取れないじゃん。うイエス。さあというわけで、ゴロリッ、めっちゃ気になるけど話しかけられないなんだこの人。うーん、まあしょうがない。はい、入り口が元通りになったので開催できますの。やりますの。ザ・バウンドボール GP、スノーラインサーキットクラス S。 言うてもこの歴代チャンピオンを倒してきたからなんとかなるでしょう。とか言って油断してるとひどい目合うよっ。しまった、ミスった。さあここは内側を行く。っていうかさ、基本的にバウンドしなくてもしっかり最短距離を行けばあれと思ったけど、なんか意外と強いぞこいつら。バカだ、これ見えても歴代チャンピオンやっつけてきたのに。よし、いいぞ。よっ、おっ、わっ、まずいまずい。お、いいぞ、邪魔していく。ふう、さあ曲がって、お、いいぞこれは。おっと、どうなる。なんとか勝った、よかった。ベストスコア更新できてないけど、まあいいか。よし、さすがチャンピオンですの。さあスノーラインサーキットクラス S を制覇して、これで OK かな。まだ残ってる、あと4つもある。商品は残ってますの。話しかけたいですの。
あ、商品ないんだったらやめときますの。うん、俺が参加しないとレース開始できないのかよ。うん、いや、どうだった？僕もしかして才能ある？うん、あるかもよ。うん、あるかも。これどうなんでしょうね、マリオが動かしてるのか、マリオがただこう心に闘志に火をつけてるだけなのか。まあいっか。さあ、あなたは？目して語らず、気になるな。よし、じゃあ一旦サーキットから出ましょうか。うん、何もないよね。オッケー。よし、あ、そっか。ということは、あー、わかった。さっきのキャッピーの仲間か。おう、何もできない本当に何もできないんだ。さあ、これは反対側。そういうことか、なるほどな。見つかったね。うまく隠れたつもりなんだけどな。イカ略。うん、そこあったかいの？バウンドして大変なことになるよ。くっついてると寒くないねじゃあカブロン人同士でくっつけばいいのに。よし、さあ、それじゃあ、怪しいこっちの方も行ってみましょう。さあ、新しく追加されてるでしょうか。ある、普通に。お、俺に乗り移ってもしょうがないけど。うん、うん、おー、でっていう。さあ、あれは真ん中で飛べと。わー、お、あれ、マリオさん飛ぶわけではないのか。意外。おー、普通にジャンプ。あれ、届かないと。うっそ、なかなか大変じゃん。さあ、氷上のジャンプチャレンジ、 OK。 まあいいでしょう。さてと、元に戻りたいんだけど、この場合は普通に帰った方が早いでしょうか。やめてー。よっ、危な。おー、わー、まさかのうん、まさかこっち向くとは思わなかったな。普通になんかキャプチャーすればよかった。おーっと、コインちょっと取り戻す。よし、オッケー。てか割とここ潜れるんだね。よし、おっと、逆逆。じゃあ次はこっち。さてと、これはやっぱり一番高いところかな。おっと、おお、なんだ。あ、パワームーン。てかここでヒップドロップってできないんだ。おお、不思議な感じ。おお、戻される。おーっと、びっくりした。さあ、待て。よし、滑るからやりづらいぞこれ。逃げられた。どうすればいいんだ。くぅ、よし、やった。なかなか手強い。うごめくもの。うん、でも楽しかった。よし、さあ、あと2つ頑張っていきましょう。お、さあ、これは、うん、まずは場所の確認。わからないだと。まあいいか。あ、そっかそっか、クリボーさんで行けば滑らなくて済む。
し。まあ多分大丈夫だと思うけど。よし。他にはまあ行ってみるか。もしかしてたくさんクリボを連れてこないといけないとかそういうことだったりして、のも何匹かやっつけちゃったけど。あーそうっぽい。なるほどな。10体必要。今は1234567 8。わあやっつけちゃった分だけちょうど足りない。俺はしょうがない。出直すか。よっ、どうなるかな。これいけるかな。いけるんだ、すげえな。じゃあ入り直しましょう。よし、じゃあ改めてよっ、キャプチャーしていってて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 、ほっ、ハート増やしておいた方が良さそうな気がしませんか。俺はそうします。よし、待てよ。じゃあマリオも使いたい。よし、さあこれダメージ受けても大丈夫。おお、ちょうど行き違いになる。お、あ、ラッキー、つららがそのままだ。怖っ。よっよっ、待ち構えればいいんだ。マリオがさすがすぎる。さっき落としたつららがそのままだから登りやすい。このゲーム神ゲーかよ。よっ、よーし、さあ10体すごいな。ほっ、そしてせーの。さあ、つららを眺める高台。おお、そう言われると覗きたくなるけど、あ、ここだと主観モードになれない。うん、さあそれじゃあ行きましょう。なんか頭引っかかっちゃいそうだね。そして潰すなんていう無粋な真似はしない。 OK、 じゃあ次行こう。これは熱いのかな。熱かったような気がするけど。ああ、そうだよ。あちちちちちちち。さあ、温まったところで行きましょう。さてと、ここはあれ、見られないだと。ダメか。ガブゾウだったかワニゾウだったか名前忘れたけど、彼を利用しないといけない。なんか意外と食べに来ないな。お、なんか光ってるぞ。あ、なんだ、普通に出てきた。うん、さあクレバスの水たまりで OK。 さあこれで下は、下というか中はコンプリートかな。あ、なんだ、ここに立ってればなんてことないんだ。本当に。ダメだ、危ねえ、びっくりした。おお、なるほど OK。あ、まだある。青色があるね。なんだろう。さあ、というわけで戻ってきたけど、うん、あと誰が残ってるでしょう。あ、わかったわかった、これだ。よし、買い物だ。すっかり忘れてた。オッケー、買うよ。よし、さあというわけでこれでパウダーボールの町の方はパワームーン全部取れたかな。オッケー、うん、あとは外側だけか。よし、結構集まったね。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。じゃあまた次回よろしくお願いします。